選択するがよい。最下種に追われ滅びゆく世界を生きるか、それとも豊穣の世界へ回帰するのか、賛同する者は声高に求めよ。楽園を我らの手にと。俺がどうなろうがあんたたちには関係ないだろ。待ってよ。どけ、奴は裏切り者だ。いつか必ず奴の息の根を止めてやる。あなたも追ってですか。ルゼフィルダ様には指一本触れさせません。こんなにも多くの人が戦争で死んでいく。戦争とはそういうものだ。さまざまな感情が交錯し傷つけ合う。見て、最下種が。何？災いの種だと呼ばれる一番の理由は、おそらく最下種が争いを呼ぶからだと思う。答えてくれ。俺は本当に君と戦わなければならないのか。誰だって自分の身は可愛いものだ。人とは危険に直面すれば吐き気がするほど卑屈になれる愚かな生き物だから。最後に笑うのはこの私だ。この戦争は結局私の勝利で終止符を打つことになる。お前、今自分が何をしたか分かってるのか。違う、俺は。お前正気じゃねえよ。なんだか俺の方こそ化け物のようだった。自分を信じて、そしてあなたの力も排除しろ。ランツハイムを滅亡させる悪魔の使徒だ。俺たちは本当に世界の敵になってしまったんだ。それこそはマグナカルタの奇跡。これぞ災いを浄化する唯一の光。みんな俺を信じるな。俺自身が信じられない。その時は俺を殺してくれ。貴様、この世界を崩壊させるつもりか。そんなに世界を救いたければお前が犠牲になればいい。やめろ、もうやめて。ゼフィ、もう一度会えたらどんな顔をすればいい。愛が世界に牙を剥く。マグナカルタ2。